せーの、おはようございます。カルベでございます。井上でございます。はい、はい、カルベさん。タイトル、目覚まし反省会。今週は目覚まし大反省会。なんならカルベの目覚まし大反省会で冠コーナーにしていただいて、いや、そのくらいの、はい、歴史的な事件が今日起こりましたね、はい、ご本人から説明をしていただきましょう、はい、あれは午前5時40分ぐらいのことなんでしょうかね。41分とかね、はい、目覚ましテレビはスポーツコーナーをやっておりまして、はい、スタジオには三宅さん、井上さん、はい、藤井君が立って喋っている、はい、そこになぜかカルベ乱入というねことが起きまして、はい、で今日僕ジャケットが茶色いからブラウンのマスクなんですが、決めてきたんですね。でこのブラウンのマスクをした状態で私を映り込んだわけです。だからこういう感じで、なのでちょっと再現します。あ、そうだね。ちょっと私ちょっと前に行きますね。で、はい、しゃべって張本選手、ここだったんです。本当素晴らしい。こんな感じかな。刺さったんですよ。こんな感じですよね。アナウンサー歴全体の中でも、はい、今日みたいなことは初めてやったわ。そうですか。 あの時何が起こったんですか。なんで入っちゃったんですか。そんなことあります。で、あ、これまずいのかなと思ってスッと身を引いたんだけど、はい、でもその時も自分は僕はね、映ってないって思ってるのよ。つまり、要するに、あ、なんとか僕はね、セーフだったんだっていうふうに、エンタメコーナーが終わった後、スタッフから聞かされて、いや、セーフじゃなかったと。セーフどころか、完全アウト。完全アウトですよ。だったってことを、後から聞いて分かったんだ。だから冷静にエンタメコーナー進行したんですね。そう、ほんとごめん。ツイッターにもたくさんこうワーッと溢れ返ったコメントが絶対喜んでますよね。あのね、喜んでる。絶対喜んでます。皆さん優しくて、はい、あのなんか面白いみたいな感じでそりゃそうですよ。受け止めてくださって、なんかクマさん登場みたいな、ハチミツを探すクマさんみたいな、ね、いや、だからもう本当にね、あの目覚ましの視聴者の皆さんは、はい、優しい、優しいですね。温かいというふうにね、改めて思って、本当にありがとうございます。だけどやっちゃいけないことをしました。なので、あのじゃんけんでちゃんと回収しておきました。そう、しかもね、2時間半後の回収です。まあ、あれは、ね、うん、何か説明しとかないと着てなくて仕方がないと思うんですよ。そう、生放送ならではということで、ならではです。伏線回収、要は面白きゃいいっていうことですかね、今日は。反省してないじゃないですか。今日僕と井上製菓がこの目覚まし反省会もともと担当だからね、急遽こういうことがあったんでこの2人になったっていうんじゃなくて、もともと予定されてたんですよ。これ神ってるよね。神ってますよ。私これ今日絶対カルベさんに変更してほしいって思って、うん、カルベさんに言ったじゃないですか。今日の反省会って誰でしたっけ、うん、俺らだよって言って、こんな奇跡ある。すごいよ。すいません、全然反省してないんですけど、はい、反省してます。私も、まあ、いろんな反省あるんですけど、はい、この後に何を喋っても入ってこないと思うので、今日はここら辺にしときますか。そうですね、業界で見切れって言うけど、うん、あれは見切れじゃない、スタッフに言われました、はい、あれは出演ですって共演できて、はい、よかったです。ありがとうございました。今後はないと思います。、はい、ではどうぞ良い週末をお過ごしください。お過ごしください。ありがとうございました。